ルイス・バエス・デ・トーレスはスペイン王室に仕えた海洋探検家である。オーストラリア大陸とニューギニア島の間を初めて航行し、海峡にトレス海峡の名を残した。名前はポルトガル風にルイス・バズ・デ・トレスとも書かれる。日本語表記は超音符を入れず、トレスとも。彼の出自についてわかっていることはわずかである。青年、記事は不明であるが、 1606年に30代、後半、ないし40代だったことから、1565年、頃に生まれたと推測される。ポルトガル人ともスペイン人ともされるが、どちらかといえば後者だったようである。ペドロ・フェルナンデスでキロスの探検に加わる、以前の経歴は不明であるが、スペイン海軍に入隊して、スペイン領南アメリカで経験を積んだ、と推察する資料もある。 その後キロスのテラアウストラリス探索の航海に2番線の指揮官として加わり、1605年末からは歴史に姿を見せ始めた。ポルトガル人キロスは、サンペドロとサンパブロ号、サンペドロ号、付属船、3人の大立ち号の3隻を率いて、1605年12月に、スペイン領ペルーのカヤオから出版した。1606年5月、 現場ヌアツのエスピリトゥサント島に到達。キロスはこの島を、ラ・アウストリアリャ、デル・エスピリトゥサントと名付けたが、アウストリアリャは、当時のスペイン王室が属していた、オーストリアのハプスブルク町に敬意を表してのことで、あった。その後の6週間、キロスの船体は、海岸線を探索しながら航海した。1606年6月11日の夜、キロスの乗った。 サンペドロとサンパブロ号は悪天候のため他の二隻と別れ別れになってしまい、エスピリット・サント島にも戻れなかったためメキシコのアカプルコへと帰還した。キロスに対して批判的であったシカンディエゴ・デ・プラドという人物の証言によると、指導力の欠如と反乱の勃発がサンペドロとサンパブロ号の落語の理由である。トーレスは15日間エスピリット・サント島に泊まった後、 ペルー総督からの封閑命令を開いた。命令書には、キロス不在の場合はプラドを代理にするよう指示があったが、トーレスが指揮権を手放さなかったことはいくつもの証拠からして確実である。1606年6月26日にサンピドロ号と3人の大ち号は、トーレスの指揮のもとマニラへの進路を取った。逆風のため、彼らはニューギニア北岸に沿う。 最短経路を取れなかった。プラドの報告によると、彼らは1606年7月14日に陸地を見つけている。それはおそらく、ニューギニアの南東に位置するルイジアード諸島のタグラ、島であった。航海は2ヶ月以上も続けられ、幾度もの上陸により、スペイン領に行き着けるだけの水と食料が補充された。スペイン人たちは、時には原住民と、 暴力的な接触を持った。プラドとトーレスは妊婦を含む20人を捕虜にしたことを記録している。プラドはパプワ湾での停泊地の海図を多数スケッチしており、何枚かは現存している。長年の間、トーレスはニューギニア寄りの航路でトレス海峡を通過したのだと考えられてきた。しかし1980年にオーストラリアの歴史家、 ブレッドヒルダーが論称したところでは、トレスの航路はもっとオーストラリアよりであり、彼が通ったのは現在エンデバー海峡と呼ばれている海域だという。この探検公開によって、ニューギニアが大陸の一部ではないことが証明された。10月27日、トレスはニューギニアの生誕に達し、ハルマヘラ海へ向けて北上した。1607年1月初旬に、 スペイン領のテルナテ島に到達した。3月1日にマニラに向けて出版し、3月22日に到着。マニラに着いた彼らは全く人々から関心を得られなかったが、トレスはスペインに戻って詳細な報告書を国王に提出しようと計画した。1607年6月1日、南米からマニラへ2隻の船が到着した。その片方は、キロスの帰還。 サン・ペドロとサン・パブロ・号であった。解消されていたが、乗務員の一部は残存していた。キロスがまだ生きていることを知ったトレスはすぐに報告書を、キロスに送った。この文書は幻想にしていないが、キロスはそれを、自分の数多い記録の一部として国王に見せ、次の航海に出るべく王の心を揺さぶる材料にした。それ以降、トーレス、その部下たち、捕虜たちは、 完全に歴史上から姿を消した。彼らのその後は不明である。プラドはスペインに帰った。トレスの記録の大半は出版されなかったが、カイズやプラドの長々しい報告書とともに、スペインの公文書館に収められた。1762年から65年のある時、イギリス海軍の水路学者、アレグサンダー・ダリンプルは、トレスの報告書を目にしたという。この情報が、 ジョゼフ・バンクスを通じて、ジェームズ・クックに伝えられたことは確実である。ありがとうございます。